新型コロナウイルス感染拡大防止のため、阿蘇市内の小中学校でも臨時休校が続いていますが、令和2年3月16日、この日は各小中学校の登校日となり、波野小学校の児童たちも2週間ぶりに元気に登校しました。波野小学校では、突然の休校で寂しい思いをしている児童たちを元気づけようと、 浜本校長先生の発案で、学校の玄関先に幸せを呼ぶと言われている黄色いハンカチ300枚を児童たちの登校する前に飾り付けました。全校47人の児童たちは、午前7時過ぎから小雪の舞う中、元気に登校。黄色いハンカチの下を通って校舎へと入っていきました。2週間ぶりの登校となり、 教室に入った児童たちは、久しぶりに会う友達と元気だったねなどと言葉を交わし、校舎内には子どもたちの元気な声が響いていました。この日は卒業を控えた6年生は卒業式の練習などを行い、給食を食べて下校しました。